なでしこジャパンを世界一に導いた。日本女子サッカー界が誇るこの2人が夢の共演。サッカー少女の悩みに答えます。あれをやったら上手くなれたかもと思うことがあれば教えてください。好きなアニメとか見てほしい。学生時代勉強は頑張っていましたか。サッカーがやりたいなら勉強もしなければダメだよっていう、まあ、サッカーがやりたかったからでも、お二人がこれまで出会った指導者で一番感銘を受けた方って、のりさんにすごい怒られたとしてもなんかこう見放されてる本当に怒られ方じゃなくて、でも本当に見てくれてた、いい人だった、いい監督だったな。もう終わっちゃったみたいな。死んだ人みたいな。全部最高。なでしこレジェンド骨太トーク。さあ第2部は視聴者からのお悩み相談編ということで、はい、近年サッカーマガジン雪印メグミルクカップに参加した全国の女子サッカーチームの方と、前回サッカーマガジン雪印メグミルクオンラインクリニックに参加いただいた方の中から事前にお二人に相談したい悩みを募集いたしました、その中からいくつかの悩みをご紹介しますので、二人には骨太なアドバイスをお願いしたいと思います。で第2部にも雪印メグミルクさんから、はい、ドリンクと、はい、軽食を用意いただきました。一つは、ハニーホットミルク、雪印メグミルク牛乳を使っています。でパリパリチーズせんべい、こちらとろけるスライスチーズ使っています。じゃあぜひ召し上がってください。いただきます、はい、ちょっと、ね、寒い冬にはあったかい、どうですか。きます。おいしい。温まる。おいしい。温まる。温まった、うん、美味しい。パリパリチーズ、これはレンジでチンすれば大丈夫ですか。これはそうですね、はい、レシピも概要欄からご覧いただくことができますので、ぜひそちらから見ていただければと思います。まあ、ちょっと本当に確かに選手にもいいんだけど、おつまみにも。確かにお酒飲みだね、あのおつまみにもなるし、お子様の、ね、おやつ、ね、おやつ最高だ ね、 おやついいね、本当にチンするだけだから簡単。まあ、ぜひ皆さんもご家庭でやってみてください、さあということで早速召し上がりながらで結構ですので、相談をいくつか紹介していきたいと思います、茨城県からスイさん、11歳の女性からです、今私は小学5年生でサッカーを頑張っています、ドリブルやシュート、ボールタッチ、走る、体幹、筋トレなどは今もやっていますが、もっと上手くなりたいです。なでしこリーグや日本代表で活躍したお二人が、もし小学5年生6年生の時にあれをやったら上手くなれたかもと思うことがあれば教えてください。だってもうその時点でめちゃやってません？結構やってますよ、ドリブルやシュート、ボールタッチ、走る、体幹、筋トレ、小学校5、6くらいですか。私もやりすぎだと思うけど、頑張りすぎ、頑張りすぎ、頑張りすぎ、ちょっとあの好きなアニメとか見てほしい。そういうのもね、休むのも大事っていう。休むのはもう絶対大事。あと成長期だったらやっぱり食事、そうですとかね、本当食事と休みは取ってほしいな。いっぱい食べた方がいいかも。なんか私前メニナに行った時に、誰かちょっと忘れちゃったんですけど、誰かにすごいたくさん食べる子がうまくなるって言われたの、小さい時に、で彼じゃすごい小さかったしね。私本当に138センチだよ、もう本当に細いし、そう背も小さくて、でもたくさん食べるとやっぱそれだけ練習に耐えられる体力もつくし、なんかたくさん食べる方がいいよって言われて、たくさん食べて結構伸びたんですよ。だからそれはいいと思う。まあこの彼女はね、いっぱい練習もしてるし、それだったら食事のことをまずちょっと考えて、考えてみた方がいいかも、ね、こういったおつまみとかドリンクとか参加する、ね、私の時代も欲しかったなこれ、ね、これだったらどんどん食べられる、夢だ、食べたんでしょ、頑張ったんでしょ、まあ ね、それで大きくなったんですね、そうですね、スイさんの悩みはこれで大丈夫ですか。食べ物と、はい、休息ちゃんととって、頑張りすぎずに、頑張りすぎるのはまあやっぱりね、体壊したりすることもありますから ね、でもまあこういう今やってるのはすごくいいってことですね、このね、それやんなくても体幹筋トレでしょ、筋肉とかがさできてきてからの方がいいっていうよね。でいいと、まあ本当これは人それぞれだから、あれですけど、はい、多分私たちみたいなタイプというか、はしてなかった、ね、してなかった、しすぎに注意と、もうちょっと大きくなってからでしたね、はい、分かりました。じゃあ、スイさん、ぜひそういうことですので参考にしてください。次いきます、はい、
私は広汎性発達障害 PDD を持っています、他の人とうまく話すことができず、自分が周りからどう思われているのかと不安になって自ら距離を置きすぎてしまいます、どうしたら三山選手や丸山選手のように上手にコミュニケーションを取れるのか教えてください。この方は25歳女性の方です、静岡県の方ですね。私でも喋ってる時に、なんか分かってくれないことよくある。何言ってんのか分かんないって。でもまあ分かってくれる人がいるからいいかなっていうふうに思ってますけどね、多分たまたまそういう人が周りに私たちはたくさんいたっていうだけで、あと人見知りじゃなかった、あやも私もすごい人見知りだよね、多分本当に結構みんなすごい人見知りで、例えばちょっとした時間はなんかこの夏休みじゃないけどそういうのでさ、会わなくて帰って練習で会ったりとかしても誰も何も喋んないみたいなのあったよね、ちょっと間空いちゃったらまた人見知り始まっちゃう、そうそう人見知り始まっちゃうみたいな、特にユースの時とかはあったあった、みんなそうだなって思ってたけど、ねえそういうのはあったよね、多分本当苦楽を共にして、今はもうあの聖火の時みたいに何年も会ってなくても、そう分かるよね、昨日会ったみたいな話ができるっていうだけで結構人見知りだったね。だんだん治っていったんですか、人見知りするのは。いや治ってないかもしれない、今も、ね、実は一人でいたい人もいるだろうし、目的があったから、それもそうかも ねやっぱりチームの勝利って目的があったから、もう必然でコミュニケーションを取ってたけど、一般的にって考えるとね、それはやっぱでも結構辛いかもね、気になっちゃうよね、とにかくどう思われてるかが。でもそれはすごいよくわかる、自分も、でもわかるわかる、特にカリちゃんの仕事とかもそうだけど、やっぱりいいやいいやって思うまでにはやっぱりちょっと時間がかかる気がするな。やっぱり分かってくれる人が分かってくれたらいいなって、家族とかね、そういうところからまず始めていく、そうかもしれないですね、大事かもしれませんね。じゃああとペットもいいかも。ああ違う、いいペットって喋りかけるじゃないですか。喋りかけますね。私ペットいるし、マリップもいるじゃん。いる。好きじゃん。コミュニケーション取れる。今日何かあったよとかっていうのでも、こう自分がこう溜め込むっていうよりか、こう話すことが大事な気もするけど。なんかすごいね。今日カリちゃんすごい見直してる。さっきから。なんで？すごいいいこと。いや本当にすごい。いやそれは本当に うちの家の犬に伝えてあげたい。逆に言ったら。ワンちゃんたちはどういうリアクションなの？へえそうだったんだ、大変だねみたいな、そういう感じですよ。やっぱりね、犬はだって家にいるから、そうだよね、やっぱストレス社会なんだねみたいな。みんなそうじゃないですか。どこでだって楽しいけど、人に気を使わないことはないし、そうだね。なんか安心感につながっていいか、信頼関係だもんね。そう私も話しかけてるもんでしょ。自分も野良猫に話しかけてる。今日も朝おはようって。おはようにゃーって。ちょっとシャーとかって言ったら言うよ、たまに言う、ね、油断すると怒られちゃう、怒ってた。でもさっき丸山さんが言ったように本当に、あまり気にしすぎず、ね、分かってくれる人が分かってくれたらいいやっていうちょっと気持ちを持つだけでも違うかもしれませんね、はい、ありがとうございます。府中さんからの質問でした。次の方は岐阜県岐阜市、あゆさん14歳の女性から来ました。勉強が苦手で、よく両親からサッカーだけじゃなく勉強もしろと怒られては、言い返して喧嘩になります。言い返すんだ。そんなに勉強って必要なものですか？二人は学生時代勉強は頑張っていましたか？あや頭いいでしょ。ね、頭がいいわけではないです。サッカーがやりたいなら勉強もしなければダメだよっていう家だったってだけ。なるほどね、まあ、サッカーがやりたかったから、でもサッカーをやるために勉強したら成績上がっちゃうっていう、そうそれだけいいとこだらけですね、確かに ね、もうそれだけです。やっぱやった方がいいなって今思います。勉強っていうよりはその時間を持つこと、こう自分だけでこうテキストとこうノートに向かって、何かに集中して向き合うっていう時間は必要だから、学生の時は勉強っていうのはありかなと思います。いや私は勉強してきたっけ。でも大人になって思うのはやってて損はないと思う、だから今思えば中学高校大学もちゃんと勉強すればよかったなって今思ってる、大人になって。それクイズ番組とかなんか全然わかんないですから、言葉だとか出てきてもやってないから全然わかんないのよ。それで大丈夫みたいなところもあるんだけど、でもやっぱりこうやっといて損はないですよ。やった方がいいと思う、勉強って。大人になるとそう思いますよね。大人になるとまあ間違いなく思う
とこはあるかな、うん、ドラマとか見てても歴史も見ててもね、なんか、うん、誰だろうって思いますもんね、なんか織田とかなんか出てくる何の呼び捨てだろう、織田とか織田の信長ぐらいは分かるんですけど、うんうん、その後に出てくる人たちはじゃあどういう関係なのかとか、うん、そういうこととかって分かんないから、そういうのも考えたらちゃんと勉強してた方が良さそう。なんかその、うん、後々自分の人生をこう豊かにするためにその時間が取れるんであればいいかなとは思います。ということです。そう思う、やっぱり、うん、そう思うね。もう本当に。で、愛さんそういうことですので、まあ、勉強は下に越したことないということで、そうですね、はい、はい、あの解決しました。いいと思います。次、東京都の41歳男性蓮さん。女子サッカーチームの監督をしているものです、お二人がこれまで出会った指導者で一番感銘を受けた方とその理由を教えてください。難しいね。また女子サッカーチームを指導する上で重要な資質は何だと思いますかということですが、まずじゃあ感銘を受けた方とその理由。感銘影響を受けたみたいな、うん、あすごいなこの先生のおかげでみたいな。一人って決めないな。そっかそっか。サッカーって師匠と弟子じゃないから、うん、ずっとそのチームが変われば指導者が変わっていくから、その時のそれぞれの指導者の方の影響はねやっぱあるよね。あると思う、うん、本当に、うん、そういう意味ではのりさんのすごいとこってどんな、なんか何でも聞いてくれますよね。なんか結構監督って何でも上からの人多いじゃないですか、うん、なんか監督って立場だから上から来られるとなんかそれをやれってこう言われてるみたいなイメージだけど、のりさんの場合はなんか自分は多分私がこういう風に見たらこれが得意、ドリブルが得意だったらドリブルでこういうプレーしたらすごいいいと思うよとか、で私がこれがわからないって聞きに行くとちゃんと意見も聞いてくれるから、そういう人ってなかなか珍しいかなって思いますけど。あれあれ聞いてくれるの？いやいや聞いてくれるよ、聞いてくれる。なんかあった？聞いてくれないことなんかあったかって聞かれたらいろいろあったけどじゃあそういろんな立場にいたからね。確かにちょうど間にね選手と、そう監督の間に入ることがめっちゃ多かった、うん、なんかこの選手とのりさんとあやみたいな、あや、うん、のここにみたいな。そう今バッと思い出したけど、うん、あれどこだ、ベトナム、ベトナムでしょ、うん、ベトナムの時大変だったね。ああ、以上です、うん、いや本当に優勝しましたよね。そうそうそう、ね、隣の部屋で本当に支えられて大変だった。だからやっぱりこう選手なんだけど、うん、選手だけの役回りじゃなくて、うん、いろんなことをやってたからすごいしんどいだろうなって思ったし、でも逆にそれがあやじゃなきゃできないことだったから、なんかあやもやっぱのりさんがあやのこと信頼してるからこういうのもあるし、だからそこに結構間に挟まれて大変な思いをしたんですけどね。自分でも大人だなって思う年になっても、はい、結構怒られてたよね、うん、怒られてた。まあまあカリちゃんもだけど、のりさんでしょ、うん、でもなんかそれが嫌だからじゃないのが分かるから、そう、ね、私ものりさんが絶対的な人だと思ってたんですよ、なんか絶対的っていうか選手をみんな信じてくれるし、うん、私なんか特にこう試合に出る期間が短いからその時に結果残さなきゃなんだけど、うん、その時残せなくても諦めないで使ってくれるとか、うんうん、そういうところをこう感じてるから、だからのりさんにすごい怒られたとしてもなんかこう見放されてる本当に怒られ方じゃなくて、そうまたこう自分が頑張ろうと思ってくれるような怒り方だから、だからああいうのはすごい大事ですよね多分。よく見てるんだと思いますね、のりさんは。多分カリちゃんのこともやっぱり難しい立ち位置、そのスーパーサブって言葉は結構かっこいいけど、うん、結構難しい選手としては確かに言葉っちゃ難しい位置なのに、それでもやっぱり頑張れるっていうのはやっぱりそういう見てくれてる人が、もちろんチームメイトとしてもいますけど指導者も ね見てくれて、うん、わあ本当元気ない時とかはね、ヘラヘラしながらね、チーム盛り上げてくれてたし、ギャグもすごかったしね。あでも本当に見てくれてた、うんうん、やっぱ資質っていうのはそういうところにもあるって感じですか、うん、女子サッカーチームを率いる、うん、見てもらってたらやっぱそれに応えようとも自分たちも思ってたし、いい人だった、いい監督だったな。もう終わっちゃったみたいな死んだ人みたいな。サッカー協会女子いますね、ごめんなさい、います、います大活躍です。まあじゃあこのレンさんにはやっぱそういう風に選手を見てあげて常にそうですね、伝えてほしいと思いますね。ありがとうございます。すごくいいお話が出てきます。それでは早速最初のクイズなんですけども、ました。それではお出しください。じゃん、ごめん、あの聞こえなくなっちゃったの？いない？え？声が出る。